進化してたしな。おお、進化。マジで。Thank you.
後ろに戻せ。頭の中でゲームの流れをイメージすることが大事っていうかさ。なんすか？気合い入ってるね。体育祭もう直前だもんね。あ、サワコちゃん。腰をこうさ落とす感じでもって足の内側でボールをえぐり込むようにして押し出す。
してたんだ。じゃあ Huh?
みたら見える何かもあるんじゃない？だって沢子ちゃんのこと助けてくれたでしょ。だったら真田も風早と同じじゃない。同じ？どう思う？真田のこと。真田くんはいい人だと。ほら一緒じゃん。沢子ちゃんのことも避けたりしないでしょ。うん。あ、試合始まったよ、くるみちゃん。あんた話聞いてる？聞いてるよ、聞いてるけど、風早くんが試合するところ見たかったよね、くるみちゃん。行こうよ。え、私いいの？何言ってんの。
ネちゃんとチズちゃんの応援するんでしょ。エッコも出るし。さあ行こうよ。Thank you.
風早にバレたらその子どうすんだろうね。どうかな。でも証拠もないのに人の疑いなしね。頑張ってよ。うん、早くちゃったね。
ことばっかり見てたもんな。あんな風に助けられたら好きになっても無理ないよね。そうだったら応援してあげようね、沢子ちゃんのために。真田君はいつから吉田さんのことが？いつからだっけ？きっかけとかは？なんでだっけ？どうして特別って分かったの？それ理屈で答えないとダメなの？気づいたら。
にさ、付き合うとかってどう思う？あ、どこに？じゃなくて、彼氏、彼女。うわ、大人だなって思うよ。大人だなって、なんかもう想像もできないっていうか、果てしなく遠い世界すぎて、もう何がなんだか。多分、自分が付き合うとか考えてもないんだろうな。So
で完結してない世界は思ってたよりずっと嬉しい。風早くんを好きなことも、その気持ちを誰かに言えることも、思ってたよりもずっとずっと幸せ。好きな人がいる。好きな人がいる。風早くん。
ショック受けると思ってなくて、っていうか気づけないわけじゃなかったのに、つい市場に駆られて。だから市場って何？あやねちゃん、そんな風に思ってくれてたんだ。とも思ってないんだって。つうかあんたの噂のことはいいのかっつう話だよ。